も前節、まあ、リーグ戦のデビュー戦は今のシュート、この辺りから思い切って狙ってくるのが今の持ち味です。一発ありますからね。昨シーズンも得点王のチョンテセに続いて102本の今です。今のチェイス取り返してヒールパスから野村、動き出しているカズ、野村が運んでミドルシュート、野村マイナス、スタート、そして戻せ田所、ここはキープします。カズ、三浦がまたぎフェイントを入れて三浦えぐってクロス、似合い流れだ、今さらに後ろからあっと入ってきてチョンチョング、佐藤切り返す、フィニッシュ、いや見応えある攻撃でしたね。厚みのある攻撃を見せましたよ、はい、走り込みを見せました。田所、そして佐藤、野村流れて田所ダイレクトのクロス、シュートだー、カズ、いやー素晴らしい、横浜 FC 先制40分、最年長ゴール記録を塗り替えました三浦知良、前半の40分、50代でもゴールを決めました。いやこれがレジェンドの力、50歳と14日でのゴールです。いるんですねここに、はい、攻撃自体も素晴らしかったですね。これで一気にこれスタジアムがやっぱり盛り上がりが違いますね。なんか一気にみんな幸せな気持ちになるぐらいの、すごいパワーありますよね、はい、恐れ入りました。50代でのゴールを実際に開幕からわずか3節で実現してみせました、はい、とんでもない人ですね本当に。2位が上がりました。清水からのキック、ラストフルーかもしれないですね。イガング、そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル、横浜 FC ホーム連勝、唯一のゴールはこの50歳と14日、J 最年長ゴール記録を塗り替えました三浦知良です。これで開幕から3試合負けなし、ポイントを7に伸ばしました。いい雰囲気でこのホームゲームを戦いを続けます横浜 FC です。開幕から3試合負けなしとなりました。選手もいい表情してますよね、3節でしかもこの数のゴールが生まれた、そしてこの中里の存在も非常にゲームの中にお越しいただきました。前半40分、50歳と14日での見事なゴールでした。ゴールシーン振り返っていただけますか。ありがとうございます。あのシーンはいかがだったでしょうか。はい、ゴールのね、前の時間から横浜 FC の、ね、時間帯になってたんで、何度かいいチャンス作れてたんでね、そういう意味では、ゴール前に今の近くにいれば必ずボールが転がってくるんじゃないかっていう信じてたんで、いいシュートをね、今が打ってくれて、そのリバウンドを入れれてよかったです。